伊達ひ州は、江戸時代後期の大名。道のく国仙台藩の第十代藩主。伊達氏の第二十六代当主。家には、十四位下、左小野江県少将六つ守る。完成8年9月15日、第八代藩主、伊達ひ氏村の次男として、江戸袖が先の下屋敷にて誕生。母は、北山義明の娘。なお、父は、 同年7月27日に死去しており、父の死去後の出生である。文化元年に上屋敷に引っ越す。なお、同年に水筒を患うが、後に全開。文化6年に、兄、聖千代が放送にかかり、その後遺症で3年間表に出られず、代わりに、徳三郎が、儀式や接客を担当した。文化八年に、朱高氏の返記を受けて、 徳順から総順と改名し、文化9年に、周隆氏が初おまみなしでの隠居という特例下で、隠居したのを受けて、家督相続する。父、清村同様、徳川家成に初おまみを得てその返記を賜って、聖州と改名して元服する。十四位下少将に助任され、仏守を兼任する。また、紀州藩主、徳川春富の娘、美女と婚約する。 文化11年に婚礼を挙げた。文政2年4月に病気になって、所持者に帰祷させたが、同年5月24日、死去した。去年24。死去当時、子は、初出の女子のみだったので、死後、家督は、一ノ関藩主、田村総建の要定で、一ノ関にいた田村剣義美を、婿養子にして相続させた。改名は、広野院連営山本光大子。寺。 聖州は、鹿、剣術、創術を好んだ教養人であり、家徳相続をした年に、内ヶ崎家より、剣士があり、翌文化十年、初下と、初霞の命を送ったという逸話がある。聖州時代一説では、周隆氏は、実は14歳で亡くなったが、末期王子の規定上、17歳未満は養子氏が、建てられないために、仙台藩は幕府に、 周高氏の死を隠匿し、3年後に周高氏が隠居して、聖州に相続させた後に死去したことにしたとされる。ありがとうございます。